はい、どうも。じゃあ今日はですね、400m です。はい、ということで、昨日100走って、まあ筋肉痛ですね。はい、なんですけど、まあ今日は大外8連ということで、この前ね2連ってことで全体を見ながらだったんですけど、今日8連なんで、で前回と逆なんで、で前回はちょっとね、最近ロングやってたんで、ちょっとそんな感じで行ってしまったんですけど、今日は積極的に行こうかなと思ってます。でタイムもですね、皆さん申請タイムが近いみたいなんで、あんまり関係なく周りを見せてできると思いますし、まあ、おそらく外なんでね、そんなに前半で抜かれることはないと思うんですけど、まあ自分のレースをしようかなと、まあ垂れてもいいかなと思ってますんで、100m なんですけどね、昨日のちょっとショックすぎて動画にできなかったんですよね。動画撮れなかったんですけど、いやー追い風予報だったのに向かい風 1.1 ってね、はい、まあしょうがないですね。まだあるんで、もうちょっと頑張ってね、なんとか11秒台公認出したいですね。うん、まあとりあえず今日400、まあ、目標はシーズンベストですね、53秒5を超えることかな。はい、ここでいきたいと思います。柴田がね昨日52秒7だと思われるんで、まあそれにちょっとでも近づけるようにね、はい、したいと思います。ちなみに前回は54秒4ということだったんで、最低53、できればシーズンベスト、はい、でもシーズンベスト超えたらもう自己ベストにほぼ近いんでいいかなと思います。じゃあ頑張ります。走ってるから軽めに、滑りますね。はい、遠心力持って帰ります。いや、8連なんで頑張りますよ。ブラック、逃げないと。逃げるよ。北さんブラック戦法でね、行きますよ。うい。北さんホイップじゃなくて。お疲れでした。自己ベスト出たよ。自己ベスト出ましたね。結構後半きつかったんじゃないですか。きつかった、8年過ぎてね。外が長い。昨日刺激になったっすね。いや、まあレース終わって2分しか経ってないから、ね、ちょっと待って。でもね、みんなの声聞こえました。うん、どうですか。ガリオジってガリオジ分かんのあのとこいつって北さん飛ばせみたいな、飛ばしちゃいましたね。
別の意味で飛ばしちゃいましたね。飛ばしまくっちゃう。飛ばしまくっちゃいましたね。ありがとうございました。巻き散らしましたね。ちょっと巻き散らしましたね。